ありがとうございました。ダブルです。はい、今日はですね、7月の11日に開催されるカンナベパノラマトレイルフェス2021のコースのね攻略法について、僕が思うことをお伝えしたいなと思います。はい、というのもですね、カンナベはですね、僕の家からですね、結構近くてですね、僕は兵庫県の丹波市というところにいるんですけども、丹波100の大会はね開催している地でもありますけども、そうこの丹波市というところに僕は住んでまして、一応カンナベはですね、豊岡市にはなるんですけど、1時間ぐらいで、着きますということで、そのね、近いところでね大会が開催されるということで、僕もしばらく大会に、コロナの関係でですね出てないですし、もともとね UTMF だったりとか、比叡山の50マイルとかですね、自分が、勝負したいなと思ってたレースが軒並み中止になってしまってですね、自分自身はね、いろいろチャレンジをしてたりとか、一番大きなチャレンジはね9月に東海自然歩道を、やるんですけども、9月の7日スタートで、東海自然歩道の FKT、1140キロ累積3万にチャレンジしようっていう感じではあるんですけど、そこに向けてね、トレーニングも、順調にっていうか、自分自身でねいろいろ目標を持って、やっているという感じではあります。で、家が近いっていうこともあって神鍋の方にずっと思想に行ってですね、5回ぐらいたんですかね、トータルで、はい、そうに行ってまして、もうちょっと多分ね行くと思うんですけど、なんせ近いっていうのと大会がね、久々に出れるっていうことでちょっとね、できる限りのことやりたいなっていう思いもあって、しそうに行ってます。とはいってもですね、参加選手がですね非常に豪華ということで、どこまで僕のようなねヘッポコランナーが戦えるのかというところではあるんですが、でもですね、勝ちにはこだわらないといけない立場ではあると思うので、できる限り頑張っていきたいなとは思います。距離もね40キロって非常に短いんですけども、僕が普段やってるような距離、中心に活動してる距離からすると非常に短いんですけども、やっぱりね上を目指していこうと思うと短い距離も、スピードもね、要請しないといけないということで、今、その辺もね、いろいろと考えながら、やっているところではございます。ということで前置きがいつも通り長くなりましたが、はい、じゃあカンナベパノラマトレイルフェスの僕の思う、ポイント攻略方法をねちょっとお伝えしたいなと思います。はい、まずざっくりですね、これコース図を見てもらうとわかるんですけども、まずですね、覚えておいてほしいのは、山がですね、大きく3つあるということですね。3つプラス1っていうのを、必ず覚えておいてほしいんですけど、この最後のプラス1っていうのは、もう本当にね、200メーターぐらいかな、200、300メーターぐらいしか、距離はないんですけど、ゲレンデを直動するすごい登りがあるんで、この3プラス1は、カンナベ高原の最後上がって降りるって感じなんですけど、その1を、3プラス1を忘れないようにしてほしいんですけど、大きく3つあります。で、祖父ヶ岳、越えてはすぐ大杉山ってとこに行くんですけど、こちらと、2個目が、マンバスキー場からオッカンナベスキー場に抜けるゲレンデですね。で、最後、三河山までは登らないんですけど、三河山の途中まで行く、登りっていう、この3つ大きく、山があると思っておいてください。で、それぞれね、特徴とかポイントをお伝えしたいなと思うんですけど、まず1個目のこの祖父ヶ岳ですね。祖父ヶ岳はですね、このコース図見てもらうとわかるんですけど、一番長いですね。一番長くて、一番一気に上がります。で、祖父ヶ岳まで上がって、しばらくトレイル、500〜600メーターぐらいトレイル下ったらエイドに到着して、で、そのエイドから、3キロぐらい、少し、500〜600メーターぐらい登って、緩やかに走れる、ロードを登って、3キロぐらい下るっていう感じなんですね。で、この下りが長く感じるんですけど、で、下った後に大杉山っていう山に上がります。で、この大杉山までが、を一つのピークと取れた方がいいと思うんですけど、ここですね、祖父ヶ岳からちょっと下って大杉山に登ると。で、この大杉山までで大体累積は1140ぐらいになるかなになるんですよ。ここがですね、
まあ一番きついんですよ、長いですし。でしかもこれがね、面白いことに最初の6キロロード、まあほぼまあ途中ちょっとトレイル入ったり、まあ、林道みたいなところ走ったりはするんですけど、ほぼねロードでここまで行っちゃうんですよ。ゲレンデもね、途中まではもう舗装路でゲレンデを上がっていくんですね。これがまたねすごいシャドウの舗装路なんですよ。でここをまあ暑さとかにもよるとは思うんですけど、飛ばしすぎるとですね、後半のこう2個目3個目の山でですね、もう足が止まるんじゃないかなっていうのが僕の予想でして、まあ皆さん多分この2個目3個目のゲレンデぐらいで潰れてるのが結構容易に想像できるんですよね。なのでまあ前半飛ばしすぎると、まあ、一番ね、大きな山なんで、まあ、頑張りどころかもしれないんですけど、行き過ぎるとですね、まあ、2個目3個目で多分潰れるんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の予想です。で、まあ、コースはですね、もうロードがめちゃくちゃ多いです。ロードと林道で、まあ、20キロぐらいあるんで、かなり走れるコースが多いんですよ。ただ、残りのトレイルの部分っていうのが、もうゲレンデの激上り、激下り。まあ、この2個目のマンバスキー場から、オッカナビに抜ける山なんですけど、ここはですね、もう、ゲレンデずーっと林道でずーっと走っていくんですね。走っていって、まあ、エイド出てから、ちょっと林道1キロぐらい、1キロもないかな、600メーターぐらいかな、走ると、ゲレンデまだ直道ちょっと上がるんですね。でちょっと上がったら、また林道に出ていくと。で、林道の舗装路みたいなところずーっと、ゲレンデのところずーっと上がっていくんですよ。で、上がっていって、最後、最後、オッカンダビに抜ける手前にもう一個一個の大きな、登りがありまして、このシャドウがね、写真とかではね、まあ伝わんないんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。で、まあ600メーターか700メーターぐらいしか距離はないんですけど、むちゃくちゃきつくて、これ行くんかーって多分大会中みんな思うと思うんですよ。まあその顔も容易に想像できるんですけど、ここの第二移動出てから、まあしっかり林道を走って、そのゲレンデのところをしっかり、まあパワーウォーク、なりで、まあきっちり、登れるかどうかっていうのはすごく重要かなと思います。でそのゲレンデ登り切った後もまた林道が続くので、そこの林道をしっかり走ってと、で最後、そこからで第3エイドまで、オッカンナビですね、オッカンナビスキー場までカーンって一気に、3キロぐらいですかね、一気にゲレンデ下るんですよ。まあ、ここがまたですね、まあ、楽しいんですけど、まあスピードを緩めるのも難しいですし、かといって攻めるのも、まあ、ちょっと滑る部分もあったりとかで難しいっていうので、まあ、この辺差が出るかなっていう気はします。はい。まあ、ここで残すために前半、まあ、攻めすぎないっていうのが、まあ、僕はポイントなんじゃないかなとは個人的には思ってます。あ、それとですね、ちょっと前後しちゃうんですけど、2個目、1個目のね、祖父ヶ岳登ってから、大杉山登ってから、大杉山から第2エイドの、マンバスキー場まで、ここのね、下りはやばいっす。めちゃめちゃ滑ります。もう、昨日ね、やばいですし、普通に、路面としてはもうめちゃめちゃスリッピーで、まあ、ここだけを考えると、まあ、ラグの深いシューズの方がいいかなっていう気がしますよね。トレイルにはやっぱりラグが深い方が滑りにくいサーフェイスですね。ただ、ロードが20キロぐらいあるんで、そこを考えると、まあ、このレースはちょっとこう、どういう作戦でいくかっていうのがそれぞれ分かれるというか、まあ、面白いかなと個人的には思ってます。で、第3エイドの、オッカンナビスキー場、からエイドを出た後、またロードがしばらく続くんですね。ロードが2、3キロ続きますね。続いて、で、トレイル2キロぐらい、一気にこうガーンと上がるんですよ。三河山っていう、これ3つ目の山なんですけど、ここがね、一番楽しいというか、まあ楽しいっていうんですかね、アドベンチャーのコースなんですよ。まあ丹波山にちょっと似てる部分も結構あって、僕はすごい好きなんですけど、まあこの2キロがね、今日なかなか強烈でですね、まあ、一気に、2キロで450アップぐらいするかな、一気に上がるんですよ。まあ、ここがですね、なかなかきつくてですね、この辺で、まあ、勝負できるかどうかっていうのは結構ポイントになってきますね。ただもうここを登るとほぼロードなんですね。この三河山の登り、三河山まで行かないんですけど、三河山の途中までの登り行ったら、林道に出ます。林道に出たとそこから下るんですね。この林道からの下りが、7キロぐらいあるんですよ。林道、まあまあ、下り5キロで、横移動2キロぐらいあるんで、7キロぐらいロードが続くんですね。まあ、ここで、僕のようにね、ロードがあんまり得意じゃないランナーは、
ここで追いかけられるときつい、まあ、きついので、三河さんで勝負をかけようかなと、個人的には思ってるんですけど、まあ、ここのロード、まあ、ちょっと滑れるところ、林道、まあ、ロードっていうか、まあ、林道ロードを繰り返すみたいな感じなんですけど、まあ、ここから、もうほぼ下りになるんで、まあ、そこまでをしっかり行けるか、まあ、その林道をしっかり走れるかっていうところが、まあ、ポイントになるかなっていう感じはあります。で、そこから横移動すると最後、神鍋高原の、スキー場を37キロ地点ですね。そこから、バーンって登るんですよね。200メーターぐらいしか、距離はね、2、300メーターぐらいしかないです。ただね、アップ150ぐらいある、あるかな ?100 ちょっとぐらい一気にバーンって上がるんですけど、シャドウがすごいんですよ。もうこれはね、ぜひ出ていただいてお楽しみにっていう感じではあるかもしれないんですけど、まあそういうコースになってまして、で、そこを登ると、神奈川峠のお鉢、昔ね、火山噴火したみたいなんですけど、その、噴火した後で、お鉢になってる部分を、お鉢巡りができるんですけど、そこを、まあ、ぐるーっと、何メーターぐらいだな、700メーターぐらいですかね、回って 1.2 キロロードで下って、道の駅にゴールということなんですね。まあそんな感じですね。まあ、僕個人的におすすめは、2個目のゲレンデ、第2エイドを出てからマンバスキー場から奥神鍋の部分の林道あたりから勝負かけて、ゲレンデをしっかりパワーウォークして、また林道ロードをしっかり走る。でゲレンデの一気下りを、まあ、いかに、疲労なくスムーズに下れるかみたいなところがポイントになってくるかなと。でまた林道ロードしっかり走って、三河さんの最後の上りで、しっかり、パワーウォークするみたいな感じのが、まあ、ポイントになるんじゃないかなと思っております。はい、僕の予想優勝タイムは4時間20分ぐらいかなと思っております。まあ、暑さにもよるんでね、その辺はちょっと前後するとは思うんですが、まあ、あまり暑くなかったら4時間20分ぐらいでいくんじゃないかなと。まあ、暑さが来るとプラス15分20分ぐらい前後するかなという気はしますけども、まあ、4時間20分はね、僕今ベスト思想でベストで行ってるのが4時間47分ぐらいなので、まあだいぶねちょっと遠いんですけども、まあそのあたりを狙って頑張っていきたいなと思いますが、さてさてどうなることでしょうかというところで、はい、ぜひね、まあ皆さん参加される皆さんも、まあ参加されないけどこうどんな感じなんだろう楽しみにされる皆さんも、まあ楽しんで楽しみにして見ていただけたらいいかなと。本当にね豪華な選手がたくさん来るんで、まあ距離はね あまり短くて、僕が普段、ね、専門にしてる距離ではないですけど、勝ちに行ってみたいなと思っております。はい、相変わらず長々と説明させていただきまして、またですね、ちょこちょこ動画上げたいと思います。なかなかそんなこと言って全然上がらないんですけど、頑張ります。はい、まあ、とりあえずね、しばらくは神鍋に向けて、頑張りたいと思うので、まあ、その後もレースね結構続いてるんで、また、頑張っていきたいと思います。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。